国会は、ロシアの画家、イヴァン・アイバゾフスキーが1881年に描いた絵画である。キャンバスに、油彩で描かれている。縦149センチメートル、横210センチメートルの大きさを持つ。モスクワのトレチャコフ美術館に所蔵されており、ホール19に展示されている。会計画に分類される。写実主義に属する。アイバゾフスキーは、 国会の沿岸にある町、フェオドシアに生まれ、同地に家を建て、そこで長く住んだ。本作が完成された1881年に、トレチャコフ美術館が画家から取得している。1882年、芸術アカデミーにおいて、アイバゾフスキーの個展が開催され、本作が出展された。当時、本作には、J というタイトルが付けられていたが、アイバゾフスキーは、 そのタイトルに満足していなかった。2016年にトレチャコフ美術館で開催されたイヴァン・アイバゾフスキー展では本作の他に第9の波や虹などが展示された。画家のイワン・クラムスコイはアイバゾフスキーの作品の中で本作が最も優れていると評価しており、本作は私が知っている中で最も壮大な絵画の一つであるとの胸を述べている。 水平線まで続く海と空が描かれている。画面前景に描かれた泡立って頂部が白色に見える波はアイバゾフスキーの波と呼ばれた。海の色は緑色がかったエメラルドグリーンやハイ色から次第に濃くなっていき、水平線の付近では黒色に近い青色になっている。画面のほぼ中央には一石のヨットが描かれている。空には 暗い雲が発生しており、今にも雨が降り出しそうであるが、水平線の付近には少し明るくなっているところがある。ありがとうございます。